鴻上さんは暴力に対抗する暴力として帰国を許されたんですか？俺はすべきことをするだけだ。俺はやってきたことに後悔はない。私は鴻上さんが法を犯そうとしたら必ず次は止めます。正義も真実も多面的だ。上から見なければ理解できないこともある。それでも俺は正しさを求めるお前を信じる。